い、どうもプロボーラーの川添翔太です。本日も翔太チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、ハイスポーツ社最新作のストームフィジックスパワーエリートブルーとフィジックスパワーエリート、この2つのボールを比較していきたいと思います。まずスペックの紹介なんですけど、フィジックスパワーエリートブルー、そしてフィジックスパワーエリートともにですね、コアはアトミックコアとなっております。RG が 2.48、デルタ RG が 0.053 となっております。もう大人気のフィジックスのコアとなっております。そしてカバーストックなんですけど、パワーエリートブルーは R3S パール、そしてパワーエリートはネックスパールと、ネックスパールはストームの中で一番強いカバーとなっております。そして R3S は、中間よりも走りのいいカバーストックとなっております。どちらも素材はパール素材となっております。そして表面仕上げはどちらも1500番グリッドポリッシュのポリッシュ仕上げとなっております。今回ですね、この2つ、もう大人気大注目の2つのボールですので、どのような差となるのか、それでは早速投球していきたいと思いますので、最後までご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速いきたいと思います。ハイスポーツ社最新作のフィジックスパワーエリートブルーとフィジックスパワーエリート、この2つのボールを比較していきたいと思います。さあ、まずはフィジックスパワーエリートブルーから投球していきたいと思います。おー、いいですね。このボールはね、手前が非常にスムーズに走ってくれるのと、バックエンドのね、強さが特徴的ですね。いやー、いいですね。このボールはね、手前がスムーズに走ってくれるので、バックエンドでね、こう切れるように曲がってくれるのが特徴ですね。いいですね。やっぱ奥のね、この曲がり方、曲がり出してからのこの食い込み方が非常にいいですね。今回のですね、フィジックスパワーエリートブルーのカバーストックは R3S パールということで、手前はね、かなりスムーズに走ってくれるんですけど、ドライゾーンで行ってからのキャッチ感は非常にいいですね。あれだけね、やっぱ幅を取ってもやっぱね、しっかりと入射角度が出てますよね。いやー、やっぱり今回カバーストックが R3S パールになったことによって、フィジックスシリーズの中でもかなりキレの出るボールとなりましたね。あとはね、このフィジックス、ピンアクションがね、やっぱ反則級にやっぱ強いですよね。はい、今度はですね、フィジックスパワーエリートで投球してみたいと思います。比較動画ですので、同じラインでまずは投球してみたいと思います。全然やっぱ曲がり大きいですね。やっぱブルーとね、初代のフィジックスパワーエリート比べると、やっぱね、こう曲がり出してからの曲がりの大きさが全然違いましたね。はい、もう一度フィジックスパワーエリートで同じラインで投球してみたいと思います。ではやっぱり初代パワーエリートの方が曲がり出てる感じありますね。やっぱそうですね、こう曲がり出すのがやっぱね、ブルーと比べて初代パワーエリートの方が少しね、曲がり出すのが早い印象ありますね。うん、そうですね、こうパワーエリートもかなり奥で曲がるボールにはなるんですけど、ブルーと比べるとやっぱブルーの方がね、ボール1個分、1個半ぐらいですかね、先に行ってるような感じありますね。やっぱそうですね、曲がり出すのがやっぱ初代パワーエリートの方が早い印象がありますね。
そうですね、今回カバーストックが一番強いネックスパールと中間よりも少し下の R3S パールということで結構差がありますので、曲がりの差も結構出ましたね。それでは3枚ほど左に立って投球してみたいと思います。おー、3枚ほど左に立ってちょうどいいぐらいの曲がり幅の差でしたね。はい、それでは今度はですね、あまり曲げずスピードを上げて投球してみたいと思います。さあ5枚ほど右に立って投球したいと思います。まずはブルーから。おー、いいですね。やっぱこのボールはね、やっぱスピードが速い方がオイルの薄いところを使った時にね、こう抜群にね良さが出るような感じがしますね。はい、今度はパワーエリートでブルーよりは2枚ほど左に立って投球してみたいと思います。おー、いいですね。まあ、どちらもね、やっぱこう先の曲がりはね非常に強いですね。はい、今度は逆にですね、スピードを落として幅を取って曲げて投球してみたいと思います。さあまずはブルーから。わー、いいですね。やっぱねスピードのない方でもやっぱブルーはね手前がしっかりと走ってくれるので、奥でねちゃんと最後まで曲がってくれるボールです。はい、今度はパワーエリートで同じように左に立ってスピード落として幅を取って投球してみたいと思います。さあさらに左に立って投げてみたいと思います。おー、いいですね。まあ、どちらもねパールでポリッシュ仕上げになりますので、まあ、スピードのない方でもね、まあ、先まで行ってしっかり奥で曲がってくれるボールとなっております。それではローアングルから投球していきたいと思います。ということでご覧いただきましてありがとうございました。今日はですねハイスポーツ社最新作のストームフィジックスパワーエリートブルーとフィジックスパワーエリートの比較だったんですけど、投げた感想としてはですね、今回同じフィジックスということでコアはですね同じアトミックコア、そして表面仕上げもどちらも同じ1500番グリッドポリッシュ仕上げ、そして、素材もですね同じパール素材で、カバーストックがですね R3S パールなのかネックスパールなのかの差だったんですけど、やっぱりですねパワーエリートブルーに比べるとパワーエリートの方が曲がりがですねかなり大きく感じました。曲がり出しがですね曲がり始めるのがパワーエリート初代の方がやっぱりボール1個半ぐらいですね早く曲がり始める
印象でした。やっぱパワーエリートブルーの方がやっぱ奥まで行ってくれる分ですね、奥がですねかなり切れるボールに感じました。まああとですね、どちらもやっぱねフィジックスシリーズということで、やっぱこのアトミックコア非常にですねやっぱピンアクションがいいんですよね。やっぱね、もともとパワーエリートもかなり奥が来るなと思ったんですけど、パワーエリートブルーは少しねそれよりも先に行く分、さらにですねバックエンドで切れるように曲がってくれるボールに感じました。まあ、ということでですね、今回最新作のフィジックスパワーエリートブルー、まあ、おそらくですねすぐ完売となってしまいますので、ぜひお早めにお買い求めいただけたらと思います。はい、本日も初代チャンネルご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひですねチャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。